長谷川さん、おはようございます。おはようございます。今日があまりにも楽しみで楽しみでたまらなくて、今も夢の中にいるみたい。はい、はい、のレッツラスロマン。はい、私の CM、 久しぶりのバスロマンなの。キツネにつままれるとは、ああこういうことかって、もうほんとはあって。それでいや、もちろんやりますって思ったんですけど、ちょっとしてからは、あれ、いいのかなと思ったりして、ずっとなんか自分が求められたことがもうとても信じられませんでした。もう嬉しいの超絶。なんて言ってもお子さんの超高速キレキレダンスになるんじゃないでしょうか。毎日の全身浴におすすめしたいです。なんかリラックス本当にできますし、こっこりとか取れるので、私は今は朝主浴っていうですかね、 あれが結構気に入っています。時短で汗がものの5分ぐらいでじわって出るんですよ。いろいろこう楽しく取り入れてくださったらって思っています。ねえ、バスロマンいるよ。家族みんなで楽しい時間のために使ってもらえたら嬉しいです。お父さんは薬膳派、お母さんはスキンケア派、お子さんは無添加派、そういうそれぞれの推しバスロマンっていうのがあると味方になってくれそうですね。嬉しい。ありがとうございます。これが令和のバスロマン。